金属折半屋根の遮熱断熱システムヒエルーフのご紹介。ヒエルーフとは、金属折半屋根は低コスト短期での施工が可能であり、工場倉庫商業施設など様々な建物に対し多く導入されています。その反面、熱伝導率が高い広範性であるため、夏の暑さ冬の寒さの影響を受けやすく、頭を悩ませる機会も増えてきています。ヒエルーフはそのような金属折半屋根の悩みを解決するために開発された遮熱断熱システムです。ヒエルーフの仕組み。ヒエルーフは日陰の効果を利用した金属折半屋根の遮熱断熱システムです。屋根の 80% 程度をカバーすることで様々な効果が得られます。シートの下に日陰、空気層、通気を作ることにより、屋根の温度上昇を抑え、屋内への輻射熱の影響を小さくすることが可能です。さらにシートの下に風が通ることにより、大きな遮熱効果が期待できます。ヒエルーフの効果。断熱。室内が高温になると様々なリスクが発生します。夏の日には屋根の温度が70度近くまで上昇し、これが輻射熱として室内にじりじりと伝わり、暑いと不快に感じるようになります。ヒエルーフによる温度低減効果はサーモグラフィーで見ると一目瞭然。日陰を作り、輻射熱を抑え、屋根の温度低下により室内への輻射熱の影響を小さくすることが可能です。保温・結露防止。冬場も屋内が寒いと様々なリスクが発生します。暖房をしているのにもかかわらず屋内が暖かくならないのは、折半屋根からの放射冷却が原因かもしれません。シートと屋根の間の空気層は、屋内の熱が空気中に逃げていく放射冷却を防ぎます。屋根からの放射熱が遮られ、高い保温効果を発揮します。この空気層は折半屋根上下の温度差を小さくでき、屋根裏の結露の抑制に貢献します。結露水の落下でお困りの方におすすめです。シート設置エリアと比べると一目瞭然。設置エリアは結露を抑制できていることがわかります。節電。空調機器は室温が高いほど設定温度を下げる必要があります。また高温になった屋根より輻射熱が降りてくることによって、さらに設定温度を下げる必要があります。輻射熱を抑え、室内温度を下げることにより、空調効率の改善、省エネ効果を高めることができます。では2点のコンビニエンスストアでの温度比較データをご覧ください。屋根上温度差-13.4 度、屋根裏温度差-10.2 度、店内温度差-6.1 度。大幅な温度低減効果が確認できました。設定温度を1度上げると 10% の節電効果があるとされています。夏は暑く冬は寒くなる折半屋根施設でも高い断熱効果を発揮、冷暖房の効果がアップし、空調コストが削減できます。短期施工。施工期間が短く、1000平米あたり1日での施工が目安となります。持続性。ランニングコストゼロ、高い耐久性により、一度の施工で高い効果を持続可能。施工後の保証・メンテナンスもございます。ご不明点は株式会社サワヤ、環境事業部までお問い合わせください。